待って、こいつって視聴者最強のやつ、あのエクスマ優勝した、これそうなのか。そうだったらこのロボット、あ、待って、やばい、うーわ、あいつだわ。ちょ、これガチで俺も本腰入れないとボコられるから、ちょ本気出すわマジで。えっ、はあ、え、簡単やん、それどっからでもいけるやん。何これ、最強キャラなの。おい、キモいキモい、お前そのムーブやめろ、そのインキャムーブ、魚民行ったことのなさそうなやつのムーブ。ね、もうこいつも完全になんか即死でボコすことしか考えてないムーブ立ち回りなんだけど、もうこれ負けが確定やん。もう萎えたわ、最近戦闘力落としまくってるから今結構頑張って上げてたのにさ、まあ、こいつ多分どうせ戦闘力高いからそんな負けても下がんないだろうけど、あ、もうこれコマ邪魔だな、マジで大も邪魔だしよ。ね、もうイラつくこいつ、やめろお前、絶対やめろ、やったら、オッケー、え、まだだ、ナギは、え、なんで引っかかんないの。いや、お前もし俺がナギしてなかったらどうしてたの。崖受け身失敗してたんだけど、いけいけいけ、あ、ごめん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 、ねえ、ダンダ、よし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 、こっちのルールならいける。もう正直ね、俺戦場とかになると実力の半分も発揮できないから。よし、これ勝つぞ、こいつは戦闘力美味しいぞ。お前だからそれこすんな、同じこと。絶対こいつオタミ行ったことねえし、彼女もいたことねえし、ディズニーも行ったことねえよ。あ、もうやめろ、ねえ、もうだからこれさ無理だろ。え、あれどうしたらいいの。もう当たっただけでアウトなの。ゴミ屋の財布よりもせこいやん、簡単やん、すぐ沈んやん。お前絶対、お前だからやめろって、それお前本当に答えて。ディズニー行ったことある、魚民は家族としか行ったことねえだろ、ディズニーとか。この子供の頃に親に連れてってもらって、こんなやつもうこんなん無理やん。ちょっと本気出すね、だいたい分かってきたぞ。おい、コマ出すな。あ、ねえお前のっけから、え、これオッケーオッケー、まだ生きてる。はあ、何なんだよこれ、何がお前、しかも矢神ライトじゃん。こんなやつ新世界の神でも何でもねえよ、陰キャ界の神の間違いだろ。ねえ、もうこいつずっと即死しか狙ってこない。ああ、もうやめて、お願いだからさ、おい、それやめろや。小戦場か、いやだもんだよ、多分こいつもうね、小戦場の方が多分戦えると思うんだよね。終点だと一生即死やられる、まあ戦場でもやら、くそが、ね、もうさ、これ重量級だから悪いの、重量級じゃない空とかだったら、あ、ね、お願いやめて、もうお願いします、お願いだから、ね、もうこれ重量級っていうだけでこんな不遇な扱い受けなきゃいけないの、ちょっとこれ無理だってか、やばい、完全試合される、やめて、やめろお前、あぶねえ、ちょ待って、これはさすがに OKOK、 はい、完全試合阻止していく、これ俺の勝ちでよくね、やばい、こいつもう未来が見えてる、やめろよ、絶対やめろよ、 OKOKOK、 それで、あ、もう次次次、もうぶっちゃけこいつ対策分かったわ、もう勝てる、この勝負勝つわ、ここだから。なんかさっきからこいつのルールの時この曲ばっかじゃね、 VIP マッチって優先ルールで BGM とかも設定できんの、まあ、どうでもいいけどさ、ぶっちゃけ。おい、だからやめろって、そのムーブ、そこしかも決めることしか頭にないの、やめろ。はい、おいしい、 33% に 75%、 もうぶっちゃけお前即死二度と俺食らわねえから、二度と俺に即死できねえから、でお前即死だけ俺に勝てないの分かってる。はい、バーストしていく、これ勝てる、これ勝てる、ちょ、このストック大事やで、もう絶対即死食らわねえ、もう完全に拒否する、もうこいつの即死パターン分かった。データスマブラこうやってはボコられてる間にもうちゃんとお前のデータ蓄積されてたからね、お前がインキャラっていうデータも。
いや、いいよいいよ。これ、この横スマが当たる確率は51%。いいね、データ集まってるよこれ。いや、やめよう、さすがに煉獄は危険。あ、勝ちが確定が確定していく。そうだ、僕がキラだ。そして新世界の神になるんだよ。あ、そういえば八神ライトといえば俺ね、金髪だったんだけど半年前くらいま で、 でその金髪のところね、俺八神ライトにめっちゃ似てるって言われてて、でその八神ライトにあまりにも似てるって言われたから自分でデスノート作って、でまあ普段からね持ち歩いて友達となんか遊びに行ったりするときねよく持ち歩いてたんだけど、その時に俺が友達の前でねデスノートを使ってるところを友達に写真に撮られて、昨日久しぶりにねなんかスマホのデータフォルダ見てたらその写真見つかったから、ちょうどその写真をね X だとインスタグラムにフォローしてくれてる時限定で投稿したところ、なんかその投稿がめちゃくちゃ、5万いいね、10万リプコメントくらい来てて、リプとはコメントの内容もこれは実写版八神ライトだとか、金髪の時のエクスタシーさんかっこよすぎとか、金髪の方が好きとか、私もエクスタシーさんの天音美さんにしてくださいみたいなねコメント、ちょっとやばい。いやでもこれいけるぞ、即死食らってないからね、しかも俺今のところ、え、勝っていく。あー、おいしいぞこれ。よし、挑戦状来た。もうこいつはぶっちゃけ挑戦状でいい。てかマジでこの曲しか流れないんだけど、え、本当にそんなことできない。あー、ごめんごめんなさいごめんなさいごめんね、はい無料。え、ねー、それはちょっとないわ。お前モテないでしょ、これもう即場しないとまずい。ちょっとあれはね、今即時コンボ決まっちゃったけど俺が煉獄ミスっただけだから、もう普通の普段の立ち回りにおいては二度と即死コンボ攻略してるから決まんねえから、俺にああいうちょっとのミスでも許してあげられる心の度量がないとモテないぞ。お前うちのチャンネルの視聴者最強なんだから、これ聞いてるだろ見てるだろこの動画。あ、もうなんか前投げしちゃったじゃん。あ、もうバースできない、やばい。ちょっと待って、本当にそろそろバースしないとやばい。やめてね、絶対やめろお前。いけるぞいけるぞ、これストックは5分、もう俺は即死を攻略している。あぶねえ、はい 29% で 15%、 俺にはもう即死通用しねえから、残念ながらその、あ、ね、待ってよ、ちょっと待って、もううんこたれ。はい、ということで、まあこんなとこですかね。ちょ、まさかのねチャンネル最強視聴者にマッチングしてしまうっていう、結構戦闘力頑張って上げてたんだけどね、勝てそうだから連戦してたけど、ちょっと溶かされたわ。まあでもそんなに痛手はなかった。はい、ちょっとさ、強すぎあいつ。ということでね、まだチャンネル登録と高評価してない方はチャンネル登録と高評価お願いします。あとコメントのね概要欄からX とインスタグラムのフォローもいきますので、そちらもぜひお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。うん、エクスタシー。